いや、お疲れ様です。肺がんシリーズね、私も今年のね、春3月か4月頃だったんですけども、ちょっとがんの疑いがあって、で、まあ細かい検査を受けてもらったんですけどもね、まあその時は結局兆候が見られないってことで、まあまた3ヶ月経ったらいらしてくださいってことだったんですけども、まあ、3ヶ月経ってもね、いらしてないんですよね、これがねまあ結構ね、不安な日々を送ってるところはあるんですけども、まあ同時にね、私ね、基本的に死んだらすごい楽だなと思ってて、もういろいろ死んだとは考えなくていいじゃないですか。明日とか3年後とか5年後にも人生があると思うから、いろいろとね、将来の不安っていうのはあるんですけども、まあ結構ね、いい人生だったなと思うこともあって、後悔がないって言えばないんですけどもね、でもやっぱりこう痛むじゃないですか、こうがんっていうので、自分の体が痛むためにね、あ、これなんじゃないかなと思うことが結構あるんで、ちょっと興味を持ってね、今回のねシリーズ見てますね。まあ、年齢とともにってわけじゃなくて、若い頃からね、死っていうのは結構意識して生きていたんで、妙にビビったりね、それからまあ、どうせなら早く来いと思ったりとかね、いろいろと自暴自棄になったりした時期もあったんですけども、まあけどね、確実に人は死にますんでね、まあどう死のうかなってとこですね、そこは。肺がんは嫌だなと思いますね、なんか、タバコも吸ってないのにね。ただずっと環境の悪い暮らしをしてたんで、まあ、その頃の蓄積が、まあ、がん細胞をね、今更のようにこう誘発させても不思議はないかなっていうのと、結構ね、がんで亡くなった方をこうずっと見てきたんで、悲惨なんですよね。なんかすごく醜くなっていくっていうかね、今素直に思えば、たくましい肉体もね、なんかこう、まあ、本当に病に侵されて、あ、もうすぐ死ぬんだなっていうふうに、なんか会うたんびに思うんで、なんか会うのも辛くなってくるみたいなね、だんだんとこう足が遠のくみたいなことがあったりとか、あとはまあがんもね、会うたんびに衰弱してる姿を見ないといけないと思うし、まあもうそんな長くはないだろうっていうのは、まあ、本人も分かることですしね、鏡を見てらっしゃるし、で行く方も分かるね、かける言葉がなくなってくるんですよね。なんか元気でねとも言えないし、またねとも言えないし、何しに行きゃいいんだろうと思うところで、だんだんこう生きにくくなってきたりとか、まあ、それでもなんか、まあ、他の方も家族でさえもね、もう行かなくなってくるんで気の毒だなと思ったら、なんか行きにくいけどさらに、足を向けるみたいなことをね、なんかやってあげないとなと複雑な思いがあったわけですけども、最近はだからね、人付き合いがなくなってきて、死にそうな人ってあんまりいないんでちょっと楽になってきたんですけども、でもやっぱね、今度は、あ、周りに人がいなくなると自分のことだなと思ったりとかね、肺がんはちょっと嫌ですね。なんか別のがんとかどうなのかなと思っちゃいますけども、まあどっちもこう内臓が傷んできたりとかね、まあ、骨がこう前みたいに持たなくなってきたりとかするところが、まあ本当にこう出てくるなと、まあ、多少筋肉の方はつけて、ちょっとね、防御するこう鎧はつけているんですけども、なかなかそれも万能ではないかなと思うところですよね。そことかくこう不安に駆られると結構精神やられますね。なんかのんびりとケアするような、時間ももうちょっと取れそうないですし、まあ、せめてね、このナミさんの肺がんシリーズちょっと見ながら、あ、そうそう、熟成さんでね、ドクターが何人かいらっしゃって、で、本当に悪いなと思いながらも、こういろいろとアドバイスいただくんですよ。やっぱ診察になるんで違法行為になるんですよね、これインターネットでいろいろと医師の免許を持った方に解説を受けたりとかするものもね、あ、もっと言ったら診察っていうのが、医師の免許を持ってない人がやるのも、まあ、違法らしいんですけども、だからなかなかね、こうはっきりしたことは受け取れないんですけども、あ、なるほどなと、あ、ここのサイトを見てそれで見れば診断すればいいんだな、自己診断も結構最近はできるんで便利な時代ですけども、なんか怖くてやらなくなってきてもいいと思ってるというかね、まあ、一時的な兆候とかもあるんでしょうけども、まだね、こうし気にしだして1年も経ってないんで何とも言えないんですけども、がんはどうやってできるんでしょうね。もともとそのがん細胞ってのはみんな持ってるらしくて、いつどういうふうに発現するかってことらしいのと、抗体がだからやっぱなくなっていくんですよね、自然治癒能力っていうのが。ここなんですよね、自然治癒能力、私極めて高いはずなんですけども、自然治癒をするそのなんとか菌、善玉菌みたいなのがやっぱこう元気じゃなくなってくると、まあ害悪をもたらすものがちょっと増えていくみたいな感じで、だんだんこうね、回復が早かったのが回復が遅くなって、死ぬ前には回復しなくなるんだろうなっていうところらしいんですけどね。
どうなっちゃうんでしょうかというところでございます。いや最も怖いのはねお金がないことかなと思ったんですけども、なんか残り時間がないことがやっぱり怖いなというところで、今日もナミさんの動画でいろいろと動機づけをされてしまいました。はい、じゃあ今日はありがとうございました。同じようなお悩みの お持ちの方はね、ぜひライフプロデュースアカデミー舞姫大学の方にご連絡いただきたいかなと思います。できればねこの健康に対してのこのなんですかコミュニティ、これが出来上がると私も非常にありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いします。いってらっしゃい。